こノムリシャールはアメリカ海軍の航空母艦、SX 級航空母艦としては14番目に収益した。SX 級の内航機に建造された艦は艦種を延長する等の設計変更が行われており、非公式ながら単戦体型、オサ船体系という区分がなされることがあるが、本艦は単戦体型のうち最後に完成した艦である。艦名は ジョン・ポール・ジョーンズの上官した有名なフリゲートにちなむ。この名を持つ艦としては2隻目。本艦は第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争の3つの戦争すべてに参加した唯一の航空母艦である。ボニー・ディックの愛称を持つ。ボノム・リシャールはニューヨーク州ブルックリンのブルックリン海軍交渉で建造された。 1944年11月に就役し、1945年3月には太平洋戦線に参加、6月3日にウルシーに到着し、翌日30点に任務軍に編入、以降大東島への攻撃を皮切りに日本への最終攻撃に参加した。8月の終戦から9月まで作戦参加しその後帰国、1946年には福音兵輸,輸送に参加する。 対戦終結に伴う海軍の縮小に伴い、本艦も同系艦の多くと同様に予備役に編入され、1947年1月9日より、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所でモズボール処理の上保管される。しかし1950年6月に朝鮮戦争が始まると、ボノムリシャールは現役復帰が決まり、 1951年1月15日に最終駅した。5月には西太平洋に配備され、5月30日に朝鮮半島沖の空母機動部隊に合流。同年末まで朝鮮半島の目標に対し関西機による攻撃を行う。その後区場マイナス31と艦首変更され1952年5月から12月まで作戦参加する。 6月23日には、ボクサー、フィリピンシー、プリンストンと共に、水豊かダムへの攻撃に加わった。朝鮮戦争に、アメリカ海軍は、エセックス急航空母艦8隻とコメンスメント、米急航空母艦等の小型空母6隻を投入したがほとんどが、初実戦で、太平洋戦争からの空母は、ボノムリシャール以外では、エセックスとインディペンデンス急航空母艦のパターン。 だけであった。1五十九年撮影1五十三年五月より、ボノムリシャールは、サンフランシスコ海軍造船所で、s c b 二十七 c e 改装を受けるが、合わせて、s c b 百二十五改装を設けることとなり、飛行艦班を延長、アングル度で帰化され、解放監視はエンクローズ化した、ハリケーンバウとなり、蒸気カタパルト、新型環境、 戦隊のワイド化など多くの回収が行われた。1955年9月に最終駅し、第7艦隊に配備される。西太平洋での航海は1957年、1958年から1959年、1959年から1960年、1961年、1962年から1963年。 および1964年に行われた。最後の航海は、インド洋であった。トンキン湾事件時には、ジョージ・スティーブン・モリソン提督が艦を指揮した。1965年前半に、ベトナム戦争が段階的に拡大すると、ボノムリシャールは3度目の戦闘参加を行うこととなる。艦は続く6年にわたって、東南アジアでの5度の戦闘参加を経験する。 ボノムリシャールの艦載機は北ベトナム軍のミグ戦闘機と交戦し、地上輸送部隊や建造物への攻撃を行った。ボノムリシャールは1970年に任務を解かれ、1971年7月に退役する。ワシントン州ブレマートンで予備艦隊入りし、モスボール化が行われ、20年後の1992年3月にスクラップとして売却された。 第二次世界大戦での戦闘で一つの従軍聖章、朝鮮戦争の戦闘で五つの従軍聖章、ベトナム戦争の戦闘で十の従軍聖章を受章した。勘名はワスプキュー教習揚陸艦の六番艦に受け継がれた。ありがとうございます。